天馬製材、木質ペレット製造販売、住宅の機密測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売の福島商店です。だいぶ朝晩寒くなってきまして、今日もですね、今、13度とか14度ぐらいの気温になっています。1枚欲しくなるというか、インナーが1つ欲しくなるというか、まあ、そんな感じでですね、だいぶ日に日に秋めいている感じがいたします。天気もですね、台風の影響がそろそろ出始めるということで、今日までがなんとか持つということで、夜からですね、どうも雨が降るという予報なようであります。明日以降ですね、ちょっと外仕事大変かなと思いますけども、大きな被害がなく通過してくることを願いつつですね、今日も一日頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。米松製材のこと、木質ペレットのこと、住宅の機密測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売に関することで何かございましたら、福島商店までお問い合わせください。